はちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、やっていきますよ。あ、いきなり謎の草だ。そのいるが謎のキャース。お、だんだん寄っていくのね。やった、謎の草を捕まえたぞ。おー、レベル1に上がった。ポッポやったね。数起こし覚えたよ。お、カラットのレベルも上がった。これなんかもう一匹ぐらい別のポケモン欲しいな。なんかもうパーティーを組みたい。初期パーティー的なね。このバトル誰だこれ。さっきはありがとう。フレンドリーショップは便利な道具屋だから、ぜひ買い物に来てね。釣り具屋かな。ブンブン的な？キャスティング的な？そうだ、見本をあげよう、どうぞ。あ、ありがとうございます。提供していただいちゃった、傷薬。やったねー。じゃあ、これ、さっきのバトルのでピカチュウ大丈夫？あ、大丈夫だ。回復しとる。謎の草刈り的なね。え？タイミング難しいね。謎の草がいっぱい。あと2匹ぐらい。イエーイ。あ、そうだ。なんだ、ポップ。お。でん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 。いいよ。僕の お気に入りのポケモンと勝負してよ。かかってこいよ。パイチキンの勝負相手なんですね。いけピカチュウ。はい、ゴース連行せっかくかな。なんてこと、ダメージ食らってしまった。電気ショック。電気ショック。イエーイ。これでもいいね。それぞれのポケモンがあっていいね。すぐレベルが上がる。強いな、君。もうね、少年からね、60円取ってね、モンスターボールまでくれんの。あ、そう言ってたな。そんなことを、巻き上げるなんて、みたいなこと言ってたな。もうね、しょうがない。なんだ？どうした？タケオくん。あれ？勇気嬉しそう。そう？トレーナーに勝ったの？すごいじゃん。あ、そうだ。戦ったポケモンは、体力とか技のポイントが減ってるから、ポケモンセンターでポケモンを預けて、回復してもらうんだ。時間もお金もかからないぞ。ただなんだね。すごいな。戦ったら回復な。忘れちゃダメだぞ。すごいよ。すごいね、でも。面白い。じゃあ早速行ってみますか。すごいね。ようこそポケモンセンターです。あなたのポケモンを休ませてあげますか。はい、ラッキーがいる。ラッキーデカ。それでは預かり、お預かりいたします。お預かりいたします。タンタタタン。あ、懐かしい。
ちょうどね、去年の今頃かな、竹尾くんと金銀のリメイクが出たんでやってたんですね。1年ぶりかな。もっといっぱいね、これ着替えとかもね、あるみたいだから。これ普通にどんどん進んでっちゃっていいのかね。あっちポッポが、ポッポッ。ビヘー。もうポッポいらねえんだけど。まあ、いっか。嘘だろ？え？すげえとっから出てきた。ナイスキャスト。ナイスキャスト。イェーイ。もう全然ね、エクセレントとか出ないね。イェーイ。12マップ。3。これめっちゃ増えていくじゃん。これ、整理とかできんのかい？ここ確か時計の森だよね。僕ね、とりあえずね、こなんだ、誰だ、キャタピーだ。おーおお、バックか、木の実はバックから選んで使います。どういうこと？やれって、やれっていうの。じゃあジリの3つあげようか。おいおい、ナイス。意外と難しいこれ。イエーイ、キャタピー捕まえたい。めっちゃレベル上がるやん。ピカチュウレベル8になった。ポッポもレベル6になった。謎の草も。したらちょっとあれだな、あれをパーティー変えよう。やってた。バックでとポケモンボックスで、どっちにしようかな。まああんま変わんねえからこっちでいいか。手持ちを外す。手持ちに入れる。これでいいっしょ。ん？ん？あ、ねえねえ、おっきいピカチュウ持ってる？肩にいます。はい、肩にいます。ピカチュウ持つには肩に取ってます。いけピカチュウ。はい、ボス。ピカチュウとはね、もう相性も抜群ですから。一撃。やばい。これ他のポケモンもさ、それぞれさ、もらえるっつうのマジでいいね。まこちゃん。うずりじゃん。もう。もうバトルのたんびにもう、バトルのたんびにね、あれするのいいね。私、おっきいピカチュウ捕まえにここに来たの。おっきいポケモン、よく見ればわかるよ。ほんと？あ、いる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 。コクーンやった。見てー。わい！ああ、取れた。
これしっかりこうヒュッてやるんだけどね。うん。むずっ。マジか。ずるいよね。ずるいのにあげんの。エクセレント。じゃあ捕まえさせよう。イエス。やった。やった。でもレベル3だった。このシステムいいね。じゃあコラッタ枠に入れようかな。ちょっとコラッタ枠2匹いらないんで今のとこ。やべえ、キャタピーとかもどんどんレベル上がるやん。じゃあちょっと、でもね、これほんとね、いい。えっ、あ、これで手持ちに、そう、これね、昔のポケモンをやってた方もわかると思うんですけど、このコクーンとね、トランセルをね、持ってたキャタピーからじゃなくて進化させるってそこそこ大変なんですよ。よし、プリな。技が硬くなるしか、あ、硬くなるしか技がないんで、かといってあれすぎると大変なね、時間がーっていう。まあでも当時は本当に、エクセレント返せ。よし、よし、よし。ピカチュウもうちょいレベル上がるな。噂で聞いたんです。なんかここに、あ、いや、おいしき、君はポケモン持ってるな。そうしようぜ。は、はい。やりましょう、やりましょう。ピカピカちゃう。よし、頼むぜ。よし、よし、よし、やっぱいいね。それぞれ経験値もらえるシステム、マジいいよ。なんか怒ってる。ズリのみゲッツ。あ、なんか、ちっちゃいピカチュウ。あ、メス。マジか。ピカチュウ。ライチ。ちゃんとやります。なんでやねん。俺のキャストが毎回こう、いいとこ行くと思うなよ。イエーイ、ピカチュウゲットでチュウ的なね。よし、二度蹴り。どうしよう、
ごめん、鳴き声かな。ピカチュウは鳴き声の使い方をきれいに忘れた。いかん、これはツイッターで話題のやつじゃない？よく出てるやつ。二度蹴りを覚えた。二度蹴りを覚える代わりに鳴き声をなくしてしまった的なやつでしょ、これ。いやいやい。ピカチュウ。なんかここに不思議花、不思議種がいるっていう。あ、でも、いきなりレベル6じゃん。これ捕まえたい。よし。よーし。このこれ手持ちはちょっと定期的に入れ替えた方がいいな。このキャタピーは5でしょ、レベル1分だったらね。絶対この方が効果的にいけるんちゃう？え？様子を見る。6だもんね。その方が絶対いいって。じゃあちょっと次回、不思議種を探し求めようかなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。え？なんだ？ビードルか。ビードルも捕まえとくか。ちょっとごめんなさいね。切りかけたんですけど、ビードル出てきちゃったんで。わあ。ちゃんとまっすぐこう、キャッチしないと。サイドキャッチとかね。よし。これ悟空も入れ替えかな。イエーイ。悟空も入れ替えですな。確かレベル10ぐらいで進化だった気がするんだよね。おねたまた。この森に不思議だねって出るんですか？僕もそれ聞いてます。っていうか、僕の見た実況者さんもここで探してました。ただなんか、確率は 1% からとかなんとか、1% から 3% とか言ったかな。ベガベガー。どうしようか、これ。微妙。電気ショック。いやん。ニドランのシーン、ニドランのシーン、なんじゃなくさ。もう絶対モンスターボールをあれするんですね。じゃあこのお姉さんの前で一回切ろうかな。うん。20分ぐらいになるんで。それでは。ね、次回ここを不思議種を探して歩き回りたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。